道の駅田のうららは、大分市神崎の国道10号、通称別大国道沿いで整備が進められていて、当初は5月に開業を予定していましたが、夏ごろに修正されていました。大分市と大分河川国道事務所は今日、田のうららが7月7日にオープンすることを発表しました。県内で26駅目となる田のうららは、別府市につながるアクセス性と観光地が集積する立地で、大分市の玄関口として観光振興の役割が期待されています。また建物内には飲食物販施設や歴史文化コーナーがあり、非常用電源や備蓄倉庫の防災機能も備えられます。道の駅田のうららではオープン前日の7月6日に開駅式典が予定されています。